ハンプシャー軍はアメリカ合衆国マサチューセッツ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は158,080人であり、2000年の152,251人から3.8%増加した。ハンプシャー軍の軍政府と軍庁所在地は1998年に廃止された。それまでの軍庁所在地はノーサンプトン市であり、同軍で、 人口最大の自治体はアマース都庁である。ハンプシャー軍はスプリングフィールド大都市圏に属している。ハンプシャー軍は1662年にそれまで編成されていなかった領域に設立され、当時はマサチューセッツ湾植民地西部の全体を含んでいた。当初からあった町はスプリングフィールド、ノーサンプトン、ハドリーがあった。当初の軍域には 現在のハンプデン軍、フランクリン軍、バークシャー軍の全体と、ウースター軍の小部分が含まれていた。1683年までにスプリングフィールドの南に、ウェストフィールド、サフィールド、エンフィールドの3つの町が設立された。これらの町は、その一部、または全体が現在のコネチカット州に入っており、コネチカット植民地とマサチューセッツ湾植民地の間に、 境界紛争が持ち上がった。1731年、ウースター軍が立ち上げられ、その領域には1718年に、ハンプシャー軍の一部として設立された、ブルックフィールドの町が含まれていた。1742年、ウェスタンが設立され、ウースター軍に付加されたので、ハンプシャー軍の領域が減った。さらに1749年、エンフィールド、サマーズ、 サフィールドの町が一方的にコネチカット植民地に入れられ、ハンプシャー軍の領域が減ることになった。1761年、ハンプシャー軍の西部からバークシャー軍が設立された。1811年には北部からフランクリン軍が、翌1812年には南部からハンプデン軍が分離設立された。ハンプシャー軍は軍政府を廃止し、 歴史上の地域としてのみ存在する州内8軍の一つである。元の軍政府の機能は1999年に州機関に引き継がれた。保安官など特別の任務を持った役職者は地元の選挙で選ばれ、軍内で任務を遂行している。15の町から選ばれた委員で構成されるハンプシャー行政委員会が多くの地域サービスを実行するが、軍政委員会などの組織はない。 ハンプデン軍と共にパイオニアバレー企画委員会と呼ばれる組織の中にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は545.44平方マイルであり、このうち陸地529.03平方マイル、水域は16.41平方マイルで、水域率は3.01%である。ハンプシャー軍はパイオニアバレーの中央部にあり、 ハートフォードスプリングフィールド、知識回廊の北端にある。ハンプシャー軍はその周辺をマサチューセッツ州の軍に囲まれていることでは唯一の軍である。他の軍は全て少なくとも一つの他州に接するか、あるいは対応に面している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。村は町の中に挙げているが、町とは別の法人化された存在ではない。 軍内には5カレッジがあることで知られている。マサチューセッツ大学の基幹キャンパスと著名な私立カレッジ4校がある。コンソーシアムである5カレッジインクが大学間の授業相互乗り入れを可能にしており、またキャンパス間のバスも運行している。ありがとうございます。